この前買ったこのラッシュのマスク、パワーマスクということで、ちょっとすっぴんですが、僕ちょっと今化粧してるんですけど。してるの？ごめん、ちょっと、ちょっとしてるんだけど。してんの？すごいストレスで最近最近やばかったよね、あちら。最近もうほんとやばくて、2人ともやばかったよね。こことかここら辺できて、あとここやばくない？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 あとない？あんたストレス抱えすぎじゃない？そうなのよ、かわいそう。あんたそんな肌で嫁いけんの？紹介して、最初の肌どこら辺が気になるんですかね、やっぱ最近。でも全部ですね、もう綺麗じゃん、めっちゃ。おでこも綺麗だし、しっかりあった方がいいんじゃないですか、まだ油がある。おじさんは臭くなってくるじゃん、カレー臭ってやつですよみんなに届け僕のカレー臭毛穴がすごくて、これは多分前からあとなんかザラザラするんだよね。でも綺麗な方だと思う、だいぶ綺麗な方だと思うけどね。眉毛なさすぎて怖いよね、すごい匂いするね。あー、なんか嗅いだことある。ミント？違う、チョコミントみたいな、あの練り消し、練り消しの匂い。泥みたいな感じ、なんか人によって合う合わないあるらしいからさ、これめっちゃ明日肌荒れしたらどうする？辛くない？引く。一応この1個で3回分ぐらいって言われてるらしい。あ、そうなん。じゃあ結構使うね。顔がでかいってこと？いや、それは全然あると思う。ウケない？顔でっかいもん俺。こんな感じですかね。あ、いいんじゃないですか。すごい。アバターみたいじゃない？アバターみたいになってる。なんかアバターみたいだよね。結構でも余ってるよね、まだ。割と二人で使ったけど、あと二人で3回分ぐらいいけそうだよね。うん、どうですかね。怖い。超えてると顔似てない？うちら。え、似てない？待って待って、スタートさせないと。待ち時間、ここでもスースーしてない？スースーしてる、ね、すごい。なんか気持ちいい。うん、なんか霊感性がある。霊感性もうすぐ2ヶ月ぐらいか、私の足骨折してから。どうなんですか、それから。あの足の具合は？私の具合はね、もう日常生活全然何もこう違和感なくというか、歩いてはいられるんだけど、結構ね、もう10分ぐらい歩くと痛くなってくる。痛い、なんつうんだろうな、筋肉痛みたいな。完璧な歩き方ではないよね、見てると。カコン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 みたいな、あのカバーしながら歩いてる感じ。あのレディースデーの時とかは、いつも痛くないようなその、ところが痛いみたいな。続けてた筋トレもちょっとできなくなり、そう、1ヶ月ほぼ寝たきりみたいな感じだったじゃん。せっかく1年くらいさやってたのにさ、ずっと毎日のように。頑張ってたよね。今日またちょっと再開しようっていうことで、測ったら太ってた。体重は？体重はね、あんまり変わってないんだけど、ただもう、見るからに自分でも分かってたの、お腹の出方とかが。あー、もうブヨブヨしてきたなみたいな。そう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 、そんな感じだし、おまけにアキさんも結構太ってるもんね、今。アキさん太ってます。アキさん順調にでかくなっております。順調にダイエットしてたのいつっていうぐらいちょっとブヨブヨしてきてたよね。してきちゃってます。2人でもうちょっといい体を目指そうっていうんで、ちょっとボディメイク長期企画を、長期企画なのか分かんないけど、まあ、頑張っていこうかなっていう、YouTube でさ、こう見えるからね、自分たちも。そうだね。どういう体にしたい？僕はもう大会に出ます。何の大会だっけ？フィジーク大会。こう見えてもね、結構そういう YouTube 見てて、そういう YouTube めっちゃ見るのにさ、全然やんないよね。すごいさ、知識だけさ溜め込んでさ、溜め込みすぎじゃない、知識だけ。その知識を解放する時が来た。ようやく、ようやく来ましたんで、もう自分を奮い立たせないとね。そうだね、それは。
はい、ここに誓って誓います、うん、でちょっと洗い流してきますか。はい、うん、洗い流して今シートパックしてます。あのマスクをやった後に、うん、このパックをやった方がいいってこと？なんかすごい浸透力半端ないから。あ、そうなんだ、うん、やった方がいいって書いてあった。毛がね、くっつかないんですよ。ちょっと脇が足りてない。そうなんです、顔でかくて脇足りてませんでもさ、はい、パックって女の人用だから、女の人用なのか分かんないけど、ね、あり余っちゃってる。みーさん顔ちっちゃいから。いや普通じゃない。前にスキンケア何使ってるんですかって聞かれたんですけど、化粧私今これ使ってて、こっちで買ったやつ、カナダで買ったやつで、化粧導入液を塗って高保湿タイプのやつ、うん、これ使って、これ豆乳イソフラボン。そう、なんか乳液だけはなぜかこれ買ったのは覚えてない、なんでかお、なんだたまにこれ塗ってるアイクリーム、これね、ダイソーのやつ。ダイソーなんかアイクリームとかめっちゃ高いんだよ。高いやつ5,000-6,000円とかするの、これぐらいの量なのに。目の小じわが気になるなと思い始めて、手始めに100均から。効果はわからない。何がよく効くのかわかんないよね。やっぱ人それぞれ肌によってやっぱちょっといろいろあるわけだし。終わりました。どうですか、なんかすごい顔白くなった感じする。触った感じもちもちなんのかなこれ。でも触った感じっていうか、あの私ちょっとザラザラしてたんだけど、それはなくなった。どうすか、どうすか、変わった。なんかもともと気合わなかったから、わかんない、わかんない。まだやっぱ1回じゃそんなに綺麗にはなんないけど、うん、ガサガサしてたのザラつきみたいなのなくなった。あ、すごいもっちもち、なんか大福みたいな。そう、そんな、うん、張り出た、張り出てる、クマがやばい。うん、いい感じじゃないということで、今日は美容デーでした。美容デーでした。綺麗になったかしら、あきちゃん。綺麗になってるわよ、みきちゃんいつも綺麗よ、あきちゃん。だこそ綺麗よ、みきちゃんブスのくせに綺麗ね誰が顔でかいじゃん。大きいね、お顔が。顔が大きくて可愛いね。